新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは超初級、なぜ小説で世界設定を絞り込めないのか。今日はツイッターでちょこっとだけやった話を、まあそこそこバズったというほどでもないな、まあそこそこそのインプレッションがあった話題をお話ししていこうかなと。タイトル通り、なぜ小説で世界設定が絞り込めないのかという、小説の、技法の話だな。DK さん、DK っていうのは、Day After Tomorrow に、K は、喜一郎の K だな。そういう、その、小説を教えておられるらしい方、ご本人は、どっかの大学かどっかでどうも教えてるらしいんだけども、身元を伏せておられるので、詳しいことはわかんないです。その方の、ツイートが僕のタイムラインにも流れてくるので、それで話見てたら、受講生、生徒さんと話をしてた時に、生徒さんが、自分の世界設定を伝えること、それ自体が目的になっていて、ストーリーに興味を引く流れになっていないと。それでその DK さんが、ここを削ったらっていう話をしたら、その生徒さんが、自分の立てた企画のどこも削りたくないっていう、そういう話をされたというようなことが話が出てました。で、これだけ聞くと、結構抽象的な話なのでね、どんな話なのかよくわからない、よくわからないけど、よく聞く話なのでね、多分こんな風なんだろうなと思うけど、こういう世界作りたいんですとかっていうような話、僕は、うちの講座は基本書き上げるまで何も言わない、書き上げてからそれからあれこれ話をしようねっていう方針なので、要は、企画の段階であれこれ言っても、しょうがないんだ。プロになってデビューするとなると、企画でこういう企画を立てることによって数字がこのぐらい動いてっていうことなので、企画力重要なんだけど、新人賞のレベルではまだそこまでのものは求められないよ。新人賞のレベルだとまず重要なのは、その形として整ってることってまず大事なので、そういうことがあるのでね、僕は、企画段階で受講生の企画に対してあれこれ話をすることっていうのは、僕はしない方針です。ただ、今回のこれは、僕の生徒じゃないからさ。だから一般論ね。大体の企画というかプロットを作る段階で世界観を作ったんだけども、あらすじ書かせてみるとよくわかるよね。あれもこれもっていろいろ盛り込んであるんだけど、結局つまり何が書いたのかようわからんっていうのがよくあります。で、こういう時に企画の段階でじゃあどこか削ろうやっていう話はループしてるな。
これなんでこういう現象が起こるのか、こうというと、そのいやこういうふうにこうスリムにスリムっていうか中心になるものをはっきりさせようやっていうようなことがあって、ここを削ろうやっていう話をしても、それが断る場合っていうのはある。で、どこも削れないっていうふうに、削るとこないです、どれも重要ですっていうケースって結構あるんだけど、これ、原因はっきりしてます。大体大きく考えられる原因っていうのは2つ。1つ目は、削る余地のあるほど深く設定を考えていない。または、ちょこっとしか設定を考えていない。削れるほどの、数の企画だとかエピソードを考えてないから、だから削れないし、どれが中心なのか、中心なのか、まあその話は別だな。だから削るほど考えてない。せっかく思いついたものを削ることができない。っていうケースね。それがまず第一。とにかく何も考えて、大したこと数考えてないからさ、必要なものと必要じゃないもの、必要じゃないものももったいなくて捨てられないのよ。思いつかないからね。二つ目、著者自身がその作品の中で何を伝えたいのか理解していないので、いろいろ思いついたその設定で、どれが自分が言おうとしているテーマに沿ったものなのか、そうじゃないものかっていうことの区別がつかないから、そこからそれを捨てることができず、そこからストーリーも練り上げることができないということです。で、ここ重要なのは2つ。その、削れること、削るだけの余裕のある、その分量的に、ボリューム的に、その分量のある設定を考えていないっていう。はっきり言うと何も考えてないんで、著書がね。著者が何も考えてないから、削れない。そして、こう何を伝えたいか分かってないから、だから絞れない。という、まあ、身も蓋もない言い方をするとそういう風です。この設定と、まあ今日話した中で、最も重要な、とても重要な鉄則が3つある。その1、著者が考えていないことは読者には伝わらない。その2、著者が考えていない設定は読者には伝わらない。その3、著者が何を伝えたいか理解しなければ、していなければ、読者には伝わらない。ストーリーだとか設定だとかそういったものっていうのは、著者の頭の中に描いたものを読者の中に再現するという、あくまでも手段。あなたが何を考えているのかということを読者に伝えるための手段。なので、あなたが何も考えていなければ読者には何も伝わらないということです。で、まあ小説講座の先生的に言うと、まあ企画の段階で話聞かないんだけどね、ただまあこれこういうふうに思いついたんです、でどうしたらいいでしょうかっていうふうに目で問い合わせが来ることは来る。で、そういう時には僕は、その、ノーと言わないです。まずやってみましょうっていうことでね。こう、自分の設定によってて人の話を聞かない状態っていう時には、大抵ね、何を言っても聞かないので、自分によってて人の話を聞かない時期ってあるのでね。で、それ自体はね、僕は否定はしない。それはそれで悪いことではないのでね。自分に酔わなければ他人に酔わせることってできないからさ。
まず自分に、自分の、あの、もう人の話なんかいいです。私はこれが書きたいんですっていうのがあったら、うん、それでやってみようや。で、書きたいものがあるんですって言って、往々にしてさ、それ、的が絞れてないからよく伝わらないんだけど、もう、とにかくさ、情熱があるんだったらもうとにかく止めない。ね、一番大事なのは、締め切りまでに枚数を埋める。ということが最も重要なのでね。存在しない作品は直せないからさ。最も重要な、最初のステップでね。最も重要なのは、締め切りまでに原稿が存在することです。テーマのどのこうのとか、オリジナルのどのこうのとかって何を言っても、締め切りに原稿が存在しなければそれは何の意味もないのでね。んで、あと、こう、割とこういう、その、取材だとかテーマだとかっていうことの重要性っていうのは、どれだけ先生があれこれ言ってても聞かないときは全く聞かない。よくその何も考えずに徴兵埋められる病っていう話をたまにしますよね、この YouTube チャンネルでもね。何も考えずに徴兵かける病とか万年予選通過者とかっていうのは、自覚もしにくいし、意外とそんなに数は多くないです。その前に書かずに消えるからね。で、書き上げてしまっても、そのごくわずかの人間が何も考えずに長編を埋められる。これだと、これはこれで難しいのよ。取材だとかテーマだとか登場人物のキャラクターの作り方だとかっていうのをちゃんとやろうよって言っても、ちゃんとやらなくても書けてしまうから、進歩しないし、自分が書けてない自覚も持ちにくいのでね、そういう人ってね。ただ、書き続けていると、ある日わかる時が来るんだ。ああ、うちの講座は、受講生の作品公表っていうのはクローズドでやってるんだけど、だいたい毎月、いろんなその水準の受講生をアレンジして話をしていくので、で、聞く側はいろんな、それこそ、国語の勉強やろうねとか、これ青春の思い出だよねとかっていう、そういう人から、まあ、いつも最終に残ったりとかっていうんだけど、なかなかもう一歩踏み込めないよねとかっていうような人まで、まあ、いろんな、レベルの受講生がいるので、で、まあ、それぞれに応じたような話をしていく。ただ、まあ、基本的にさ、毎回毎回言うのは同じなんだよね。で、うちの講座の場合は、こう、何ヶ月って言って区切らずに、事務処理的にはね、受講料の支払いは3ヶ月単位だったかな、っていう風だけど、継続的な講義ではなくて随時受講です。で、随時こうやっていく。で、それはなぜかっていうと、2ヶ月や3ヶ月、ざっと人の話を、人の講義を、先生の講義を聞いただけでは身につかんのだ。人の話を聞いても、どんなに偉い先生の話を聞いて、どんなに有用な話を聞いても、それが作品に反映されなければ何の意味もないし、実際には一度聞いただけでは作品には反映されない。聞いて、理解して、作品に反映して出す。だけれども、ほとんどの場合、その先生の言ってる意味ってよくわかんないんだよ。なぜかというと、自分の筆力がそこまで、ついてきてないから。自分で書かない人には小説の書き方はわかんないよ。これは断言する。うん。
自分で書いてない人がさ、何を言ってもやっぱりさっていうことは、それはある。で、自分で書いていると、ある日突然、先生の言っていることがわかるのでね、あ、取材ってここで重要なんだねっていうことが、毎回毎回言ってる話なんだけど、でもある日突然わかるような時が来るからね。っていうふうです。ちなみにこの、あれだな、こう小説、自分の世界設定を伝えること自体が目的になっていて、ストーリーに興味を引く流れになっていないっていう、そういう人の場合、そしてこうやって削りましょうと言っても聞かない人の場合っていうのは、次に何が発生するかって、大体まあこれ反動したようなこの症状なので、次に起こることってもう決まってるんだよね、大体ね。大体そういう設定を、設定に、このどうでもいいような設定にこだわっていて、何が重要なのかも理解しない人っていうのは、次に発生することってどうなるかというと、どこから書いていいかわからないから、まず最初の一枚が書けないんだよ。なぜ書けないか、何が重要なのか、この物語、この設定の中で何が重要なのかがわからないので、どこから書いていいか、物語を書く順番がわからない。起承転結だとか、序八九の最初の序、起承の起がわからないから、結局最初が書けない。そしてそこをクリアしても、いざ手をつけてみよう、見ても、どれが重要でどれが重要じゃないのかよく分かってないので、物語を持たせることができないんだ。ストーリー作ってないから。そうするとどうやるかっていうと、ストーリーを2点3点して訳が分かんなくなる。それから、そしあの話が持たないので、視点者、登場人物を次々出す。時々いるよね、想像しない登場、予想してない人物が、登場人物が次々出てくる、私ってすごいって思う人って結構いるんだけど、いや、それ全然すごくない。なんで次々と新しい、予想もしていなかった登場人物が出てるか、それはね、登場人物だとかいろんなことを掘り下げてないので、無意識のうちに登場人物をこう次々出すことによって、間を持たせようっていうことをするんだ。ただその結果、次々と主人公を出す、登場人物を出すということは、つまりメインになる登場人物が誰かということを自分で把握していないから、その結果誰が主人公なのか分からなくなると。で、そうやってるうちに、つまりさ、俺って何書きたかったんだっけっていうことが書きながら分からなくなってきて、それで途中で止まると。まあそんなような風です。もうこれはね、もうハンデをしたようにみんな同じような流れになっていくのでね、そうやって消えていくとこういう風なので、で、これとりあえずね、このあんまりその事前にここら辺の話をこうごちゃごちゃやっておくと、要は埋められなくなってしまうので、そうすると直すこともできないっていう風なのでね。だから僕はこういう事例があった時には、とりあえず最後まで埋めてごらんっていうことで、最後まで埋め上がったところで、まあ、どこが足らないかっていうことを順に点検して、それからこう、じゃあ次こうやしようねっていう、そういう話をしていくようにはしています。この番組では皆様からの お便りを募集しています。
Google フォームで匿名ボックスの質問ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。新人賞の受賞に特化した小説講座です。江戸川乱歩賞から横領芋の新人賞まで、いろんなジャンルの受講生がいます。全国屈指のプロデビュー実績を誇っています。詳しくは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast などなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは失礼します。